はい、こんにちは。2014年12月3日、今日は何の日かというと、プレイステーションアワード、これは毎年やっているものなんですけど、20周年でございます。プレイステーション20周年記念プレイステーションアワードという形でソニーさんのイベントが終わったところです。この後私は生放送をしようと思ってるんですが、その前にまとめをね、喋っておきたいと思います。まずトロとクロが刻印されたどこでも一緒エディションの PS ビータが発売決定と、PS ビータとビータ TV に、トロが刻印されたね、限定版が出ると。これね、非常に可愛いですね。で、やっぱソニーといえばトロのイメージがね、ずっとあるんで、まあトロをずっとね、あの前面に押し出してきた歴史があるんでね、まあ今回これを出すというのは20周年記念も含めていいことかなと思います。そしてプレイステーション4 20周年アニバーサリーエディションが発売決定と。これカラーリングなどがプレイステーション1を意識しているもので、ロゴなどもね、昔プレイステーション1の一番最初が出た時、こう中央に、ここにプレイステーションのロゴがついていて、それがね、非常にかっこよかったんですけど、そのロゴもついてると。さらにシリアルナンバーがついている。で、これ全世界共通12,300台しか売らないみたいで、なんと12,300分の1とか2とか3とかっていうシリアルナンバー、通し番号が入ると。色がね、 PS1 を意識したというだけで、あとは特に変わらないようですね。ただ型番をね、さっき公式ホームページで見たら1200番になってました。だからもしかしたらちょっとなんか若干チップ買ったりとか台サイズ小さくなったりとかしてるのかもしれない。ただそれも見てみないとわかりません。まあ私これちょっと買おうかなと今迷ってるんですけど、まあ色が初代プレイステーション1を意識した新しい PS4 っていうぐらいの認識でいいんじゃないかなと思います。まあできればね、ここにね、くたらぎさんのサインがね、欲しかったんですけど、まあないですね、そういうのはないと。そして、2014のプレイステーションアワード、こちらは20周年ではなく、単純に毎年やっている2014のプレイステーションアワードですね。ユーザーチョイス賞は2014と毎年やっているものなんですけども、これね、やっぱり勢いが、妖芸がすごいなっていう印象をすごい受けました。まずバトルフィールド4、まあこれ当然っちゃ当然ですよ、ロンチからありますが。で、アサシンクリードブラックフラッグ、まあこれも当然っちゃ当然で、メタルギアソリッド5グランドゼロス、これはメタルギアソリッド5のファントムペインっていうのの切り取りなんで、ここに入るかっていうの微妙なんだけど、まあ入ってきたと。しかも日本タイトルなんで非常に嬉しいんだけど、まあ切り取りなんで、まあいいよ、祭りだら、うん、すごくいいなと思いました。で、インファンスセカンドさん、まあこれもね、あの PS4 のローンチで、 PS4 ってここまですごいことできるんだよっていう証明したゲームなんで、非常に素晴らしいと思いました。で、ウォッチドックス、まあいろいろ言われましたけど、ここに入るぐらいのね、シカゴのオープンワールドを作ったっていうのはすごいと思います。で、ラストオブアス、リマスターが入るのっていうのはどうかなと思いますね。で、デスティニー、まあ全てを超えるゲーム、デスティニーが入賞と。まあ、これもいろいろ言われてますけど、面白かったんじゃないかと思います。そして、千の奇跡2、ここで日本ファルコム、まあ、国産タイトルかつ JRPG っていうね、千の奇跡が、ノミネートされました。そして FIFA、そしてサイコブレイク、我々の三上真司さんのゲームですね、バイオハザード、初代バイオハザードを作った三上真司さんのサイコブレイク、これが入りました。今ね、これ価格が市場価格半分 50% オフぐらいになってて、だいぶ評価下がってるんですけど、まあ、良くも悪くもやった感想はね、三上真司さんのゲームですよ。はい、今のはユーザーチョイス賞ですね。ユーザーが選んだ2014と、そしてゴールドプライス2014、活躍したですね、実況パワフルプロ野球2013、パワプロのシリーズですね。そしてバトルフィールド4、まあこれダブルノミネートと。ウィニングイレブン2014、FIFA ではなく、まあ、ウィニングイレブンが、ゴールドの方に入っています。で、ゴッドイーター2、まあ、ゴッドイーターシリーズはね、今は亡き、モンスターハンターの枠を埋めるべく、まあ、フリーダムウォーズもそうだけど、まあ、ゴッドイーターあると、ソウルサクリファイスもそうだけど、ゴッドイーターが入ると。なんですって、グランツーリスモ6、まあ、車のゲーム、ドライブシミュレーターっていうのは鉄板なんで、ここ入るのも正しい。そして、ファイナルファンタジー、10&10&2、リマスターと。HD リマスターか。これね、よく考えると、10の時代、10-2はいいのかな ?10 で、ね、あ、両方かな ?10 の時代とかって、ディスプレイが4:3だったんですよ。今16:9だから、リマスターする時に書き直さなきゃいけないか、まあ上下切るかっていう選択があるんだけど、それをやんなきゃいけない手間はあったと思います。だからすごく手間はかかってるんですが、まあ、リマスター、リメイクはリメイクです。そして、メタルギアソリッド5、グラウンドゼロと。まあ、ゴールドの方にも、小島監督のメタルギアソリッド最新作が加わったと。ただ、これは何度も言いますが、メタルギアソリッド5、ファントムペインの本当に一章を切り抜いただけの特別版なんで、まあ、そう考えるとユーザーの皆さんのメタルギアソリッド5ファントムペインの期待値が非常に高いと。まあ、これがさ、グランドゼロズが入賞してファントムペインが入賞しないっていうのはちょっとおかしな話なんで、まあ、もうファントムペインは約束されましたよね。来年のね、2015プレイステーションアワードはね、まあ入るんじゃないかなと、ここにね、そんな気が
もう今からしてならない。そんな感じで今のがプレイステーションアワード2014ですね。で、今年は20周年記念ということで、プレイステーションアワード20周年記念ユーザーチョイス賞というのを特別にやりました。これが非常に私感動してしまって、生放送、一緒に見ようよっつって撮った動画があるんで、そっち見ていただける、私の、その瞬間の感動っていうのが多分残ってると思うんで、それ見ていただければと思うんですけど、なんとプレイステーションの生みの親くたらぎさんが登場しました。もうその瞬間私の中でブワーですよ。くたらぎさん、くたたん来ちゃったよっていう。やっぱくたらぎさんがいなければ今日のプレイステーション文化、ソニーが席巻したこのねプレイステーション市場っていうのはなかった。そのぐらいのもう生みの親ですよ。プレイステーション生みの親のくたらぎさんが発表したっていう。もうそれだけでも私はご飯3杯はいけますからね。そして、20周年記念ユーザーチョイス賞ファイナルファンタジー7、まあ、これ当然です、プレイステーション1を引っ張った、プレイステーションの地位を確立させた、もしかしたらプレイステーション1がこけてたら2なんかなかったんで、今のこのゲーム業界っていうのはいわばファイナルファンタジー7から来てるんですよ。で、7はいろんなこと挑戦的だった。いわゆるマップチップとマップパーツっていう、木を置いたりっていう RPG ではなく、1枚絵を使ったっていうね。そのせいで、まあ、ダンジョンがダンジョンではなくなったとか、いろいろあるんだけど、まあまあまあ、そのゲームの内容では今回ないんで、これが市場に与えた功績っていうのはものすごい。やっぱ、その、プレイステーションを語る上で、ファイナルファンタジー7、ゲーム業界を語る上で、ファイナルファンタジー7っていうタイトルは外せないです。だからもうこれが一番最初に20周年記念ユーザーチョイスで出てきたって非常に嬉しかった。ファイナルファンタジー7。そしてファイナルファンタジー10。これもね、なんと2作ともスクエアで、しかも鉄板のファイナルファンタジーかよって思うかもしれませんが、ファイナルファンタジーがなければ、ファイナルファンタジー10がなければ、プレイステーション2が引っ張れなかったかもしれないですよ。そのぐらいやっぱハードを引っ張るっていうのはものすごいタイトルとして大変で偉大なことなんですよ。だからファイナルファンタジー10がちゃんと入賞してるっていうのは当然です。これ発表されるとき生放送してて、私 FF7 と10はやっぱハード引っ張ったから入るよねって喋った通り入ったんで、まあ嬉しいですよ、納得ですよ。7と10は入れてくださいって思いますもん、ハード引っ張ったんで。そしてメタルギアソリッド3スネークイーター、まあここでも小島監督はやっぱ強い。ファイナルファンタジーってもう坂口さんのゲームでもないんで、ファイナルファンタジーっていう IP だけなんですよ。だけどメタルギアソリッドっていうのは一貫して小島監督のゲームっていうのがやっぱすごいよね。そんなわけでスネークイーター入りました。モンスターハンターポータブルセカンド G 入りました。これがね、やっぱこれも FF と一緒で PSP プレイステーションポータブルを引っ張ったのがやっぱモンスターハンターセカンド G なんですよ。これがなければ PSP の市場が変わっていたかもしれないっていうね。そのぐらいのタイトルなんで、これもやっぱ入れてほしいですよね。PSP を引っ張った、PS1 を引っ張った、PS2 を引っ張った。っていうので、FF7、FF10、モンスターハンターポータブル、セカンド G っていうのは鉄板かなと思います。そして、グランドセフトオート5、5が入りました。これは、まあ、良くも悪くも、PS3 を代表する、今新しめのゲームって、もうこれで終わりなんですけど、グランドセフトオート5で終わりなんですよ。だから新しめのゲームを1個入れて、かつ、まあ、PS3 引っ張った。PS4 をまだ引っ張ったタイトルっていうと、なんだろうねっていう感じなんで難しいんですよ。そういった意味で終わった市場、まあ、厳密にまだ PS3 は終わってないけど、その、最新作じゃなく PS を20周年振り返った、引っ張った、牽引したタイトルって考えると、まあ、グランドセフトオート5っていうのは重要な位置づけなのかなと思いました。というわけで今のが20周年記念ユーザーチョイス賞になります。そしてプレイステーション20周年記念キャンペーン、なんと20周年記念キャンペーンということで PS プラス20年利用券を販売すると。これもちろん限定、123名ですね。123でゲームが変わるなんで123名にプレゼントと、先着限定なんで、まあもう無理でしょうね今12月3日の今20時57分です。あと3分で生放送をしようと思っている次第でございます。そんなわけでね、20周年記念というお祭りね、これがまた面白くて、20年権利っていうことは20年間 PS ネットワーク、PSN プラス、PS プラスを続けるぞっていうソニーの確固たる意志力ですよね。強い意志をやっぱないと、その売らないで言ったら売れないんですよ、責任があるから。で、売るっていうね、20年間ゲーム作り続けんだぞっていう意思ですよ。すごい感動しました。そういう意味でね、値段とか個数とか関係なく感動しました。そしてね、プレステ20周年記念ということでいろんなキャンペーンサイト、いろんなっていうか、まあ、キャンペーンサイトでいろんなことやってます。僕たちはなぜ恋に落ちたのだろうつって、エアリスと、ライトニングさんが並んでて、プレステ1のエアリスのモデリングがこうあって、今のプレステ3のライトニングさんこんな変わったんだよって、すごい。それがね、
比較があって、たった20年でこれほどゲームって進化したんだなっていう感動が味わえます。やっぱりもうドット絵から PS にあってポリゴンになったんですよ。それまでは全てドット絵だったの。ポリゴンが不可能だった。昔のスーパーファミコンじゃないポリゴンって本当に幾何学的な筒をね表示するだけのプログラムとかあったんだけど、ポリゴンで人間を表示するってのはもうありえない。生物を表示するってのはありえなかった。それを実現したのが PS1、 まあセガサターンとかもそうなんだけど、その時代です。だから20年でこんだけ進化したっていうのはものすごい。もちろんそのドット絵から PS に上がった進化っていうのもすごかったんだけど、ポリゴンからの進化っていうのもすごいよね。ナオミ基盤っていうセガの、あ、いやセガの話やめます今回はプレイステーションの話です、業界の話もやめます。プレイステーションだけの話です。なので非常にね、20年で進化っていうのはすごい。で、今後もしこの PS ネットワーク20周年チケットとかも入れた上で次の20年どうなるのかって考えると、まあまあポリゴンはもうだいぶ頭打ちですよね。もう人間と遜色ない感じでできるじゃん。グランドセフトオートもそうだし、ウォッチドックスもそうだし、あとはマップ広げるとかは別だけど、綺麗にはなんないかなって。ただもちろんそれって人間の観測なんで綺麗になりますよ。全然なりますよ。スターウォーズ見たくなっていくかもしれないし、ただ現状で私の中で言えるのはオキュラス、これはすごい。あとプロジェクトモーフィアスか、もうオキュラスじゃない、ソニーの話ですから。プロジェクトモーフィアスっていうのがプレイステーション4用にね、そのうち出てくると思うんですよ。今、まあ、ブラッシュアップしてて作ってる ところだと思うんですけど、あれがね、えらいすごいですよ、バーチャルリアリティが。だから、ね、もし20年後ね、ゲームについて私まだこうやってみんなの前で喋ることができれば、ぜひ喋りたいんだけど、あんなことあったねって、たった20年でこんなに変わったんで、だから20年だから年取るんですよ。私も20年だから年取りますよ。で、プレイステーションアワードね、最後にパラパラッパを作った松浦さんの特別ライブがあったんですね。で、20年前の松浦さんって結構金髪でイケイケで音楽作ってるっていう人だったんだけど、先ほど見た松浦さんはもうやっぱ年取ってて、ちょいワル親父なんてコメントで言っていただいたんですけど、非常にね、おじさんのダンディーな感じになってました。なるほど、20年とはそういうことかって思いましたね。だから当然私も20年経って年取るんですよ。で、次の20年はバーチャルリアリティがどんどん進んでいく。そのポリゴンになったじゃないですか、ドット絵からポリゴンになった時もバーチャルリアリティだったんですよ。本当に 3D で走り回れるっていうのは夢の世界だったの。こんなことできたらもう現実と区別つかなくなるじゃないかって20年前言われてたのが今我々の手元にまさにある。そっから先にリンクスタート、ソードアートオンラインみたいな世界に入っていくっていうのをもう人間は想像して、アニメになってそれやりたいって我々は言ってるわけじゃないですか。ってことは実現するんですよ。人が夢見たことっていうのは必ず実現します。だから20年後にもう余裕でそれができてるような気がする。だってこの20年間でここまで進化したんだから、次の20年はもっと加速してないとダメなんですよ。もっと加速してるとゲームの中入ってると思うよ。20年後、非常に楽しみ。ちょうどね、20年前、もっと後か15年ぐらい前かな、ネットゲーム出てきたの。ディアブロオンライン、ウルティマオンライン、スタークラフト、エイジオブエンパイアなどなど出てきましたよ。それはね、革命でした。そっから20年の革命を私はまたゲームとともに歩んでいきたいと思います。非常に感慨深かったです、20年。そんなわけで 1,2,3 でゲームが変わるというソニーの歌い文句から20年経ちました。本当にゲームは20年間で非常に変わったと思います。そんなわけで2014年12月3日、プレイステーションアワード2014と20周年記念のお話でした。今もうね、実は12月3日の9時3分、私9時から生放送って言っちゃったんで3分過ぎてるんで、この後すぐ生放送やりたいと思います。またね、来年プレイステーションアワード2015で会いましょう。バイバーイ。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録はまだお済みではない方、ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた会いましょう。バイバーイ。